おはようございます。おはようございます。毎日牛久沼第何回目ですかね。ちゃんとまとめてから言ってもらえないですか。ぐたぐたじゃないですか、朝から。もう前回山田さんのあの超絶なカバースキャット祭りで幕を閉じましたけど、カバースキャット祭りだったんですか。そうですね。あそこからすでにもう2回ぐらい自分は個人的に坊主を食らってます。釣り子 TV でよくある釣れた時しか流さないやつですね、このそうです。いやもう本当なんか謎の昨日釣りで拉致があって、とんでもなく遠い某なんだろう中部地方まで拉致られまして、そこでまあ釣りをしてて深夜の1時に解散になり、その足でそのまま来るというすごい状態なんですけど、実は前回前々回と私も2回坊主なんですよね。雷魚しか釣れてなくて、今日はちょっとそろそろまあもうガボッツとか言ってらんなくなってくるんで、なんだガボッツってっていう話になるんで、まあ本当に普通にバスが純粋に釣りたいなと思ってます、なんか農薬がねなんかどうもひどいっていうことで、でもそんなのは言い訳なんで、じゃあ田園地域に釣りに来んなって話じゃないですか、最初からダム行きゃ農薬ないわけで。皆さん使える内容でお願いします。そうですね、よくカットされちゃうんでね。頑張ります。お願いします。お願いします、はい。農薬つってもでもこんだけカエルさん抜きだからいけないですか、カエルも弱視から頑張ってこう大きくなるわけ。いや俺これカエルってこれすげえだと思うよ。あそうもっとないっすよ。カエルすら全く鳴いてないエリアとかがあって、そういうとこ水がいいのかななんて言って、水が悪いのかななんて勝手に思ってたりするんだけど、もっといたもん、カエルですよ。雨じゃない？え？雨じゃない？嘘でしょ？雨だよ。マジで言ってんの？カッパ持ってきてないよ、今日。車にはあるけど。なかなかあるんだ、カッパ。車に入りますけど。雨雲レーダーを見て戻るぐらいに行ってる。まだ傷は浅いです。若干で済みそうだ。大丈夫か。なんかこっからこの先だけで感じる。だからあれがね、オスが作ったんだとしたら、もうちょっと当たってくんないと困りますよ。ちょっとね、少ないよね。前みたいにね、1日3バイトぐらいあるけど、なんかかかんねえで終わるか、1匹釣れるかとか、で、前はね、バイト終わったからね、それなりには。風がない日はな、ちょっと距離飛んなきゃいけないから、キャストが見えなくなるよ。風がある日だったらビタ付けでいいんだ。あれ、田中のライド何でした？テキサスか？俺は、いや、バックスライドのシンカー。あ、そうか、あれか。ゲイリーのやつ。ゲイリーの。歯が。そう。カバスキャがなかったんで、これだろう。頑張ったんですけど、あ、でも原さんの釣ったんだもんな。ちっちゃい謎のちっちゃい部屋合わせたら反対側に飛んでっちゃった、衝撃映像。原さんの牛久初フィッシュ。はい、
あの過去のやつは全部認めてないから、ね、ジャンキーズも含めて平成15年以降のものは参考記録として認めてないんで。やっと釣れたよ。やっと釣れた。やっと釣れた。やっぱり誘い込みだよ。全然岸際じゃない。おお、これ太いっすね。あ、太い。これルアーなんすか。口の中あります。カワースキャットです。またまたスキャッティングですか。証拠りもなく。なんで、やっぱ誘うと食うんだねこれね。ちょんちょんって誘って。そう、はい。あざす。これまたカバースキャット。はい。いや西安は超久しぶりに来たんで。うわ。40。6? 46。ちょっと待って、これ。いや、太いっすね、これ。牛久のパスって、口閉じにならないんだよね。45.5 とか、あ、6か。すげえ。あ、さすー。太すぎる。口でか。でかい。あ、でも1000、いくつこれ ?1650 ぐらい。1650? ぐらい。うん、やりました。はい、はい、これです。戦闘服に身を包み、ガボツじゃない。これガボツじゃないですか。これ全然ガボツじゃない。だって手が入ってないじゃん。はい。寄生虫があるから取ってやろうか、はい、すごいね。ありがとうございました、はい、やっと釣れたよ。坂本ちゃん釣れたぞ。島行ってる場合じゃないぞ。タクロを教えてください。西谷田川まで来て釣れました。コメント入ってたんですけど、はい、なんで先行とかじゃなくて今カバスキャにしたんですか。あのこういうノーシンカーだったらいわゆるゲイリー先行とかあるじゃないですか。はい。なんであえてここでカバスキャなのかな。いや、なんかこう振りたいなと思って、水中で。あ、こうじゃなくて振りたいなと思って。ドッグウォーク的な誘いもできるから、こういうずんぐりむっくり。そう、あとは また風がちょっと出てきたから、完全に岸までちゃんと入れられて、はい、岸にちゃんとタイトに入れて、そこで落として、そこからずっと振りながら戻していきたいなと思ってて、でパーンって上げて、はい、シュー振り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 、パーンって上げてシュー振り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 って来たから、1メーターぐらい来たところで手前に走って、うん、で巻き取って合わせた感じです。ます。はい、釣れました。46センチ、1650でした。どうも、また引き続き頑張っていきます。ありがとうございます。